皆さんこんにちは。買っちゃいました、サイクルトレーラー。まあサイクルトレーラーというよりもね、もう見た目リアカーなんですけども、いいんです。私親父だから。昔いましたよね、私が子供の頃よくね、自転車でリアカーを引っ張ってるおっちゃん。もうそれと同じです。で、今回サイクルトレーラーを探しててびっくりしたのが、みんな高いの。3万、4万、5万、もう当たり前にそのくらいの金額してて、いやこれ高いなと思ってたんですが、お安いの見つけちゃいました。こちらちょっと訳あり品でお安くなってたんですけども、それでも1万5000円ぐらいかな、しました。ということで今回こちらのサイクルトレーラー、まあサイクルトレーラーっていうのをやめましょう、リアカーね、リアカーの紹介をしたいと思います。でまずこちら、牽引の接続部分なんですが、こちらのベルト、これが万が一ここが外れた時のためのベルトになってます。で外し方はすごく簡単、これを回すとですね、こちらのロックが外れるんですね。これを全部緩めてしまうと、これがこう動くようになります。そうするとこんな感じ、こうやって外れます。でここがボールになってて、最初ネットで見た時これどうやって接続するのかなと思ったんですが、こちらがカップになってるんですね。上からこうかぶせてあげて、であとこれが動くと外れてしまうんで、動かないようにねじ込んで、そうするとこれが動かなくなると、まあ、このような簡単な構造になってます。でこちらのリアカーの本体、こちらは上にこのカバーがついてるんですね。でこのカバーはこういったマジックテープでフレームに留めるようになってます。このカバー自体は裏側がビニール系、ちょっとゴムっぽいね、ビニール系になってるんで、ある程度の防水性能はあるかと思います。でこちらはホームセンター、カカカ邪魔しないでくれ、はい。でこちらホームセンターで売っているコンテナボックス、そんな感じですね。っていうかもうそのままだと思います。大きさの方は内寸でいくと長さが約58センチ弱で、短い方が40センチ弱。まあ、ちなみにこちら、私がバイクで旅するとき、あとキャンプ行くとき使っているツーリングバッグなんですが、これをドカッと入れてきました。これをドカッと入れた上で、このくらいは余裕あるんで、十分キャンプ道具なんかは詰めるんじゃないかなっていうふうに思います。あと、こちら、フレームの方にね、こういうリフレクターっていうんですか、反射板。これが全部で8個入ってました。赤いのが4つと、このクリアが4つ。で、まあ、後ろの方にね、まあ、なんとなく赤い方がいいかなと思って、角角に2つ、2つつけて、あと前の方に、クリアをそれぞれ1つずつつけて、今2つ余ってる状態ですね。で、こちら、スチールフレームなんで、かなり丈夫です。作り、見た目は、まんまリアカーなんですけども、逆にそれが、いろいろカスタマイズできるんじゃないかなっていうふうに思います。コンテナボックス、最初から付属してたやつですね。蓋がないんで、ホームセンター行くとね、まあ、このくらいの大きさのコンテナボックスで蓋がついてるのなんかありますよね。その蓋付きのにしたりとか、またはコンテナボックスに入らない長いもの、60センチを超えるテントなんか中に入らないんで、逆にボックスの上に置きたいんですね。そうすると、蓋がついてるとね、その蓋の上にキャリアなんか、取り付けてあげるとその上にも置けると、カスタマイズができるっていうところでね、これからちょっと楽しみなところなんですけども、それとあとこちらの特徴なんですが、荷物を乗せたり、また自転車から取り外した時、斜めで荷物が落っこったりとか、なかなか安定しないんで、このピンを外して、で足を出すんですね。でまたここに今度下の方の穴に刺す。そうするとこんな形で若干こうぐらつきはしますけども、水平を保てると。でこの状態でこの付属のコンテナボックス入れてもいいし、ホームセンターで新たに買ったコンテナボックス、これを入れてもいいですよね。それでこのコンテナボックス、ただ置いてあるだけなんで、跳ねてね、外に、まあ外に飛び出ることはないんですけども、一応固定するために
このカバー自体についてるこのマジックテープ、これをフレームに縛り付けてあげることによって、一応このコンテナボックスをフレームの方に固定する形になってます。将来的にね、まあ自分でカスタマイズする、またホームセンターでね、蓋付きのコンテナボックス買ってきた時は、横にフックをつけるとか、上からね、ベルトで締めてあげてもいいですし、まあいろんなやり方があると思います。それでこちら、自転車で引かないとき、ちゃんとね、こちらに持ち手がついてて、これをね、両手で持って押して歩いてもいいですし、また、片手でね、こう引っ張ってね、持ち歩くことができます。タイヤがある程度大きいんで、すごい取り回しが楽、軽いです。キャンプ場に行った時なんかはね、もうこのままサイトに持ってけばすごい楽ですよね。そして、こちらのリアカー。私、自転車にこういったものをつけて引っ張るっていうのは初めてなんですけども、最初はね、小回り効かないんじゃないかと思ったんですが、意外と小回り効くんですね。手で押してあげれば、このリアカーを軸として、こう、くる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 回りますし、あと、自転車で引っ張ってあげても、全然、こう、後ろから、こう、押される感じとか、逆に引っ張られる、あと、振られる感じってないんですね。すごい、すんごく小回り効くんですよ。ただやはり気をつけなきゃいけないのが内輪差あるんで、角を曲がるときなんかいつものようにね、曲がってしまうと後ろをぶつけたりとか、道走ってて道路の木はね、側溝があってそちらに脱輪させてしまったりとか、まあその辺だけは気をつけなきゃいけないですね。はい、ということで今回こちらリアカーを紹介させていただきました。まあ、次回かその次かちょっとわからないんですけども、自転車でね、キャンプに行きたいなっていうふうに思ってます。最初は近場で、まあデイキャンプあたりでスタートしようかなっていうふうには思ってますけども、まあゆくゆくはね、これでちょっと長旅でもね、してみたいなと、まあそんなことをしながら遊んでいきたいと思います。それではまた次の動画まで、バイバイ。